サボイアマルケッティ SM95 サボイアマルケッティ SM95 サボイアマルケッティ SM95 は1942年に初飛行を行ったイタリアの4発中距離輸送機であるサボイアマルケッティ SM75 の後継機であった SM95 はその当時3発機が主力であったイタリアで 将来の4発航空機を見据えて1937年に発表された。アレッサンドロ・マルケッティが設計した SM-95 は1943年5月8日に初飛行を行った。もともとは 750HP のアルファロメを 126RC-34 を4機装着した SM-76 という名称であったが1939年により、 強力なアルファロメオ 128RC-18 を装着した SM-95C に解消された。第二次世界大戦が始まると開発計画は1941年12月に LATI 航空が南アメリカ航空路で使用する4発揮を要求するまで停止された。金属製でより高出力のピアジオ P-108 やカント Z-511 と比較して、 低性能であったが、SM95 は低コストであり急速に開発が進められた。SM95 は同時代の旅客機と似てはいたが、混合構造であった。胴体の構造材は溶接した構成で、機種、下面、後部胴体を軽合金で覆い、胴体側面と上面をハフで覆っていた。三本桁の主翼は木製構造に合板の表皮を貼っていた。 三枚ブレードの金属製プロペラは低速であった。コックピットの中で2名の操縦士が並列に、その背後に航空機関士と無線士が座っていた。コックピットの後には通常20から30名、短距離の場合最高38名の乗客が搭乗できる客室があった。最初にエンジンを強化し、武装を施した爆撃機型の SM。 95バイトが要求されていたが、先にベルジャーテでジュリエルモ・アルガロッティの操縦で1943年8月3日に飛行を行ったのは SM-95C であった。イタリアと連合国との講話により開発作業は中止され、当時完成していた2機のみがドイツ側の要求に従い引き渡された。それらの機体はドイツ空軍が使用し、後に失われた。 1945年7月28日に3番目に機体が飛行し、4機目とともにイタリア空軍で使用された。1機は A 空軍に接収され、イタリア空軍には1946年4月から収益した。アリタリア航空は6機を購入し、1947年から就航させた。LATI 航空は1949年に3機を購入した。 最後に4機の SM-95 がエジプトのサイで航空に買い上げられた。サイで航空の機体はカイロローマパリ航路で使用された。SM-95 を軍事運用したのはイタリア空軍のみで5機を使用した。SM-95C はいくつかの改良を施された。最初の機体はアルファロメオ 128RC。 18エンジンを3期目はアルファロメオ 131RC1450 エンジン装着して製造された。次の機体はブリストルペガサス48をラティはより大出力のプラットホイット 2R-1830 を装着した機体を使用した。最後には SM-95S が計画されたが製造はされなかった。最後の SM 95月1949年11月18日に完成し、これが公式に製造された20機の最終号機であった。これらの機体は、プラットホイット二生エンジンを装着しても、格別優れた性能は発揮せず、弱圧機能を全く備えていなかったため高高度を飛行することができなかった。今後構造の機体は、耐久性に欠け、 最後の飛行は1954年9月28日に行われた。興味深い軍事運用にニューヨーク爆撃という非常に大胆不敵なものがあった。戦争開始の前年に SM-75 が 12,935km の飛行記録を樹立し、SM-82 と SM-75 によりいくつかの長距離飛行作戦が行われた。 その一方で S 作戦には巨大な全金属製4発、水蒸気のカント Z511 の使用が考慮されていたが、これにはいくつかの欠点があり、その根本的なものは途中の洋上で潜水艦から給油を受けなければならないという点であった。荒れた洋上での運用が可能であったが、特に戦争最後の年の時点では非常に優れた作戦とは言えなかった。 そこでこの機種の長距離版 SM-95 が,がフランス西部からニューヨークへの爆撃飛行に使用されることになったがニューヨークには数多くのイタリア系アメリカ人が居住していることからムッソリーニは宣伝ビラの投下のみを許可した燃料搭載量は2 3 8 0 0ラムにも及び機体の総重量は39.3トンに達したと言われている 1943年9月にイタリアが連合国と講和した時には5 0 0ラムの貨物を積んだこの作戦は準備中であった。イタリア王国イタリア戦後エジプト戦後イタリア王国イタリア戦後ワールドエンサイクロペディアオブシビルエアクラフトありがとうございます。